はい、おはようございます。釣り子 TV です。今活のですね、新しいジャバギル110のフローティングインラインね、インラインっていうやつが店頭に並んでいたんで一パック買ってきてみました。これね、結構楽しみにしていたやつなんですよ。で、色はサイトマジックっていう色ね、売っていたんで買ってきてみましたけども、まあ、遠くで泳いでてもね見やすいかなと思ってこんな白の目立つ色を買ってみたんですけども、何なのかっていうと、ここに特殊なパーツが追加で入っていて、これによってフックセットの方法書いてありますね。インラインね、こうラインが中を通ってトリプルフックにつけることによってスイムベイトみたいな、こういった感じで使えるよっていうことで、あとまあ3個入りだよということで1300円で売っていたんですけども、でフローティング仕様だよと、こういったワームが店頭に並んでいたわけですね。じゃあ早速ですね、裏に説明書きも書いてありますけど開けていきたいと思います。ね、こんな感じでここを開けると、パッケージで型崩れしないように丁寧に入っておりますよ。はい、真ん中出しよう。これ、まあ、これはね、あの去年出たあのいわゆるジャバギル風ですよね。で、頭にはおやおやおや、あれこれちゃんと見ないとな。頭の浮力体が全然これ硬い、なんか違う？ん？従来のジャバギルはこの中にちょっと柔らかめの似たようなパーツが入っているんですが、こいつはねこれ出したらぶっ壊れちゃうかな。硬めのね浮力体なのかなが入っております。ここね、ちょっとあの使い込んでから出そうかな。今これ出してちぎれちゃうとね、もったいないんで、この中身が違います。ちょっとね後で調べてみようと思います。で、これ筒の出口見えるかな。ここに筒の出口があって、入り口があっての、あー結構ねしっかりとした、これをね去年いろいろ使ってみて手作りでやってたんですよね。チューブが釣り具屋さんで売ってますんで、それをまあ通してちょん切って、でインラインさせて、でトリプルフックつけてなんていうことでやっていて、結構ね具合が良かったんですよ、ね、で頭にも発泡素材のあのなんていうか自分で作った浮力体入れて、で浮いてるバスみたいな感じで、でまああと重り仕込んだりいろいろしてね、その使っていた時が一番釣りやすかったななんてイメージがあったんですけども、それがもう吊るしの状態で製品版で選べるよって、こういうことになったわけなんですね。まあこの蛇腹構造っていうのはね、もう間違いのない、ほんと魚を寄せる、まあ何ですかね、この平坦なボディがこう泳いでるものになんかバスすごい、あの最近自分の行く釣り場のバスって反応がいいんですよね。寄ってくるね。でそいつらを何ていうか、基本的なジャバギルはここにオフセット針を隠してちょっとカバー絡みで食わせてっていう感じになったんですけども、そうではなくて最初からトリプルフックをつけてスイムジグ的に、まあスイムベイト的に使おうって、こういった話になっているわけなんですが、ちょっと重さを測っておきたいと思いますね。新しくできたインラインのジャバギル110フローティングは何グラムでしょうか。 22.3 グラムっていうことで、まあ、非常に投げやすいね、感じかな。まあミディアムヘビーからヘビーアクションのロットとかが使いやすいんじゃないかなと思うんですけども、でじゃあ肝となるですねセッティングなんですけども、針があって、
で、まあちょっとこれね、どういう感じか見るためにということで、お気に入りのシーガーのフロロマイツに出てきてもらいましたけども、これね、セッティングということで、まあこれが反対側は釣り竿についてるということで、イメージしてもらって、この頭からですね、糸がスルスルスルっと通る、まあ簡単な話なんですけどね、ここにパイプがあることによってスルスルっと通るよって、通った先でこのなんかお気に入りの絶対ほどけない結びで、まあ自分普段はユニノットですけどね、今ちょっと簡単にということでクリンチノットで結んでみたいと思いますが、こう結んで糸がツーツーに通る状態に、ここで、はい、ツーツーに通りますってなってね、こうフリーなんだけどもツーツーだよ、この状態でここら辺にこうバシッと針を固定すると、はい完成。これがですね、インラインジャバギルっていうことですよね。これによって泳がせて、そんで誘うことができることになったよって、こういう状態になっていました。まあね、針はねちょっと重さ変わると思うんですけども、この今の針をつけたら、23.7g、 まあまあ、うん、以前投げやすいですけどね、こんな感じで泳がして使っていこうよ。これがですね、インラインっていうことなんですよね。これによって魚がかかった時はここがフリーになって、フリーになるからこうバレないとね、針がこう自由度ができるから、でかいバスがかかってもなかなか外れないよってね、いろいろいいことが起こるというですね、こういったインラインシステムなわけですね。はい、キュッとこんな感じで、裏にいろいろ書いてありますけどね、なんか分かりやすい説明書いてあるかな、フローティングインラインジャバギルということで、世界初ジャバロン構造を進化させた縦泳ぎ姿勢のギル型ワームジャバギルに待望のインライン式フローティングモデル登場。ジャバギルは今活のオリジナルスイムベイトジャバロンのジャバラオフセットフック構造の DNA を受け継ぎ、世界初の縦泳ぎ型リアルギルシェイプ&アクションを実現したギル型ワームです。そのジャバギルにトリプルフックをセットできるインライン式フローティングモデルが登場。最小限のパーツで構成されているので非常に軽量で、トリプルフックをセットしても十分な浮力を持ちます。またフックが分離誘導式のため、ヘッドシェイクによるフックアウトの危険性が低いのも大きな特徴。基本的な使い方はトップウォータールアー的に水面に浮かせてロッドティップでちょんちょんと煽り、浜を出しながらゆっくりと泳がせる方法がジャバロン構造独自の柔らかいボディの魅力を最大限活用できます。またボディ腹側にネイルシンカーを入れ、サスペンド調整してから物陰にサスペンドさしてバスが浮いてきたらダートして食わせる、またはスローシンキングに調整してハードボトムに立てて置いておくというテクニックも効果的。世界初の機能が満載されたジャバギルは使い手の工夫とアイデア次第で無限の可能性を秘めた新機軸ギル型ワームです、ということで、あ、水晶フックがありますね。水晶フックはガマカツのトレブル SPM の2番は3番ということで、裏にこういった細かい説明書きがあるので、そうですね、これちょっとでかいですね多分。まあ、ただその釣り場の状況とか、あと針の重さによってもね、その若干そのフローティングしていくスピードですとか、そういったのも調整できますんでね、まあそこら辺は針とそのネイルとかの塩梅で一番魚の反応しやすい重さを見つけていくっていうのが必要じゃないかななんていうふうに思いますが、いかがでしょうか。こんな感じで、これね、ちょっとどうですかね、早速ね使ってみたいですよね。もうね、釣り場行くとね、ほんとこの手のサイズのねギルが最近ほんと多い、めちゃくちゃですね、もうシーズンインって感じですね。あ、いつものあのギルの一
ぱい住んでるマンションみたいになってるブッシュとかね、そういう毎年あそこギルのよりいいよななんていうところを見るとね、ほんとこの手のサイズがね、みんなワイ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 してるんですよね。あとはギルネストってパターンもありますからね、ギルネストのそばにバスがギル食ってやるぞなんて言ってこう一段下で構えてるような時、これねこうやって水中でふわーってねこうやっていさしたら多分来て食っちゃうんじゃないかなっていうね、これはとんでもない活躍をしてくれそうなセッティングだななんていう風に感じております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、今勝から新しく出たジャバギルフローティングのインライン、ね、110っていうことで、これも大きいのもなんか開発はされてるみたいですかね。大きいのとか出てきたらねもう即バイトしちゃうんですけど、まずは使いやすい110というサイズからねリリース開始ということみたいなので、しばらくねこれを使ってみたいと思います。というわけで、はい、釣り子 TV でした。